日清丸は日本の捕鯨母船。歴史上で日清丸と命名された捕鯨母船は3隻あるほか、第1日、第2日清丸及び第3日清丸と多様漁業や日本共同捕鯨の持ち船として同盟船が多数存在する。共同船舶が保有する三代目の日清丸は2012年現在で世界唯一の捕鯨母船で、 1987年から2019年に行われた日本の調査捕鯨では調査母船となっていた。林県商店が捕鯨事業の開始にあたり、川崎造船所に大型の捕鯨母船を発注した。こうして建造されたのが日清丸である。川崎造船所は建造にあたってイギリスのフォーネスシップビルディング仕様、リミテッドから ノルウェー戦績の捕鯨母船、サー、ジェームズ・クラークロスの設計図を購入し、それを原型とした。原型船は二軸推進だが、手記制作の関係で一軸推進としたため、船尾材、火事等は新たに設計され、車両甲板から副甲板に変更するなどのアレンジを加えた船型となった。1936年2月26日に寄港された日清丸は、 翌週の出漁期に合わせるために建造工事が急がれ、帰港から156日目の8月1日に浸水した。9月28日竣工。竣工後は、道根垣の1936年度、南平洋捕鯨から投入され、それから4年間は南平洋捕鯨に従事した。1937年2月には、パノラマ大模型。 日清丸のクジラ狩りという題名で、少年クラブの付録に採用されている。国際情勢の悪化により、1941年度、南平洋捕鯨は中止となり、同年11月25日、日清丸は海軍に徴用されて、海軍一般徴用船となる。徴用後の同年12月から翌1942年11月まで、南洋方面への輸送任務に従事、 4月11日、北緯33度27分統計135度37分、北緯33.450度統計135.617度、13 33.450135.617の潮の岬沖で、米線トラウトに発見され、魚雷一本が船尾に命中したものの、沈没には至らなかった。11月下旬からは、 湘南やミリと本土の間での油輸送に従事する。1943年2月7日、ミリで停泊中の日清丸は、再度米戦トラウトに発見され、魚雷を一本が日清丸の後部に命中して、煙が上がり、中破した。20日、ミリを出港し、24日に湘南に到着。セレター軍港で修理を受ける。 1944年5月4日、タンカー立花丸、応急タンカー、白馬山丸、貨物船店明日丸田輸送船12隻と共に、未ーに船団を編成し、水雷艇、第38号昇海艇、解剖艦淡路の護衛でミリを出港。日清丸は、船団中最大の船舶であった。6日朝、船団は、米船クレバルに発見される。 8時1分、クレバルは日清丸へ向け魚雷を発射。うち日本が後部に命中した日清丸は5分で沈没し、積み荷の多量の石油を喪失した。船員15名が戦死。沈没地点はボルネオ北岸沖。 北緯07度19分統計116度52分、北緯7.317度統計116.867度、7 3 1 7 1六6 8 6 7第二位日新丸は、川崎造船所で1936年12月16日に、寄港。1937年6月9日に浸水し、同年10月6日に竣工した。先に竣工した。 姉妹船の日清丸は、波浪で揺れやすいといった意見があったため、第二位日清丸では、船首楼と、後部看板室を一層追加と船体を大型化して、揺れを、若干改善。それに伴い船内の配置や設備が変更された。またデリックの能力も、日清丸では課題気味であったためか、全般的に小さくしている。竣工後は百三十七年度。 南平洋捕鯨から投入され、それから3年間は南平洋捕鯨に従事した。国際情勢の悪化により1941年度南平洋捕鯨は中止となり、同年12月2日、第2日清丸は海軍に徴用されて海軍一般徴用船となる。徴用直後から翌1942年12月まで南洋方面への輸送任務に従事。以降は、 湘南やミリと本土の間での油輸送に従事する。1943年4月14日、第2日新丸は、応急タンカー乗りず丸、同日鶴丸とともに、第147戦団を編成し、護衛を受けず6連を出港。17日18時13分、第2日新丸は、北緯23度56分、統計124度19分。 北緯23.933度統計124.317度、23.933 12、124.317 23. の石垣島白穂崎南方五十海里の海上で、冬嫌いに触れ大破する。嫌いの爆発で、船体は三つに分かれ、全部と後部が沈没し、一番大きい中央部のみが浮いていた。船団は、第二日清丸を置き去りにして、マコへ向かい、 第2日清丸は漂流する。18日6時、救援のため、第36号昇海艇が会合し、警戒を受ける。同日17時15分、駆逐艦さないが来着し、第36号昇海艇はさないに、第2日清丸の警戒を任せ、第252戦団の護衛のため離脱。22日0600、 北緯23度25分統計122度39分、北緯23.417度統計122.650度、2 3 4 1 7十2 2 6 5 0の地点で、第39号紹介艇から一着し、サナエから第2日新丸の警戒任務を引き継ぎ、サナエはキールに向かった。23日朝、 北緯23度48分、統計122度42分、北緯23.800度、統計122.700度、23.800、122.700、の与那国島港沖で、二隻は、米戦シーウルフに発見される。シーウルフは、第39号小海堤を雷撃し、同艦は飛来沈没した。シーウルフは最後に残った魚雷を、 第2日進丸に向けて発射し、命中はしたものの不発だった。同日、キールンからサナエが来着し、第39号小海艇の生存者救助と、第2日進丸の警戒を行う。24日18時、駆逐艦ホカゼが来着し、サナエは任務を引き継ぎ、高尾へ向かった。25日8時、急難線県衛線の縦紙が到着し、第2日進丸は、 同艦に栄光される。25日、高潮の際に、縦紙と、昇法丸の二隻で浅瀬に雑照させられる。その後立証され、28日に縦紙に栄光されて、キールンに到着。11月30日に廃線となった。食来時戦に41名戦士。元々は、三菱重工業長崎造船所で、大阪商船の石油タンカーであるサントルゴリラ型。 戦時標準戦大ラン丸で、同船は建造中に、長崎市への原子爆弾投下に相放置されていた。戦後、太陽漁業は捕鯨を再開するにあたり、まず、小笠原近海で捕鯨を行うこととしたが、所有していた、捕鯨母船は全滅していた。 そんな折、日本港艦鶴見造船所で修理中の捕鯨船の隣にスリップウェイのついた軍艦がいるという情報が持ち込まれた。太陽漁業は、そのスリップウェイのついた軍艦こと、第1号型輸送艦の第9号輸送艦、第16号輸送艦、第19号輸送艦を改造したものを着用し、捕鯨母船として小笠原近海捕鯨を行ったが、 狭く傾斜した甲板の上でのクジラの解体作業が難しく、甲板は剥き出しの鉄板であるため太陽に熱せられ、その上で処理するため芸肉が腐って一周を放ち倒れる作業員も出たほか、ハロービオル戦船体の動揺が激しく作業員が何回も転落することもあった。そんな中、日本政府は太陽漁業の働きかけを受けて、 芸肉生産による食料確保と芸油輸出による外貨獲得を目的とする南極海での捕鯨再開を計画した。太陽漁業もこれに参加することになったが、借用していた輸送艦は連合国に賠償艦として引き渡されることになったことから使えず、南漁用捕鯨用の捕鯨母船を必要とした。そこで目をつけたのが大乱丸であり、太陽漁業は 同線を購入して、捕鯨母船へ改造し、第1日と、改名、1946年10月15日に竣工、春工オーラン丸時代に、GHQ の日本商船管理局によりスケージャップ、N068 の管理番号を与えられた。1948年8月、従来のボイラーと手機を撤去し、密位製ディーゼル機関を装備。当時、 オーストラリア政府から戦争賠償として本船と橋立丸を譲渡するよう要求があったがアメリカ合衆国の反対により実現を免れている。1951年6月11日に石油単価へ改造すると同時に b v 1 0取得改造工事を受け金城丸と改名。1954年4月30日 川崎造船所で再度捕鯨母船へ改造。1958年10月、川崎製ディーゼル機関に換装。1965年3月、解体のため、三菱商事に売却され、後に大阪で解体された。1951年9月30日、川崎造船所にて竣工。竣工と同時に、 スケージャップによりスケージャップ N132 の管理番号を与えられた。1971年に、ゲイユタンカーに改造。1973年4月、中華人民共和国の企業に売却。以降の消息は不明だが、1981年時点では、現役だった。元南アフリカ共和国船籍の捕鯨母船、アブラハムラー船を買収した。 1961年10月30日に、ソロモン海域で火災が発生し、キャッチャーボートで、日本の佐世保重工業に栄光され修復。元々は、スウェーデンの A、B ゴータベル県社で建造され、1947年に、浸水した、捕鯨母船コスモス3。竣工後は、ノルウェーのコスモスウェーリングカンパニーが所有し、捕鯨に使用された。 1961年、太陽漁業は、面状丸の代替のために銅線を購入。第3日清丸に改名し運行した。1976年6月の、日本共同捕鯨設立に伴い、同社に売却。第3日清丸の戦断による、第42次南漂用捕鯨が1987年3月14日に、 終了し、南平洋商業捕鯨の幕が下りた。1991年、解体のため中国の企業に売却された。もともとは日本水産が、アメリカ合衆国からの商業捕鯨撤退の交換条件として出された、遠洋漁業に使用するために、日立造船員の島工場で建造され、1987年12月に、竣工したトロール船畜前丸。ル。 しかしアメリカは、パックウッドマグナソン法を制定し、代替の沿用漁業の認可さえも取り消したため、行き場を失っていた。そこで、第三日清丸の代替として、日立造船員の島工場で、捕鯨母船に改造し、日清丸に改名した。これまでの捕鯨母船と比べるとかなり小型である。 1987年から2019年まで、毎年日本芸類研究所に予選され、調査捕鯨の調査母船として運用された。2019年7月の日本の商業、捕鯨再開以降は、沖合水域での母船式捕鯨の母船として運用されている。船種は日本水産のままだったが、2005年に共同船舶に売却された。 1998年11月20日、産後会にて、生油工場付近で出火し、火災区間の封鎖に失敗して、自力航行が不可能となった。乗組員を第25リーマルに移し、第1系マルを使って、消火に当たらせた。火は11月29日に消し止められたが、看板主1名が自殺を遂げた。 11月30日にタグボートでニューカレドニアのメアへ栄光され、12月2日に入港。12月7日、グリーンピースのメンバー4人が同船と第1形丸に侵入し、一人は第1形丸の砲台に自らの体をくくりつけ、他は同船のプロペラを鎖で固定した。その後も同会はデモ活動を続け、アンカーチェーンにぶら下がっていた。 活動家を交代させた。この際にグリーンピース妨害船に乗っていた日本人女性が調査捕鯨船団に対して脅迫状を交付したため、水産庁、クジラ県は抗議し、その後グリーンピースジャパンが謝罪した。地元裁判所から撤退命令もあり、撤収した。12月8日同船はヌメアを出港し、12月20日、日立造船員の島工場に入居。 同地で修復され、1月5日に再び、南平洋へ出港した。造船省及び、各機械メーカーの全面協力により、正月休暇を返上しての特管工事で、応急復旧を行ったが、全面的な修復はその年の帰国後になった2007年2月25日、再び、南極海ロス海において、工場間パン部から出火し、作業員に1名が死亡している。 2月24日に自力航行が可能になったものの、その年の南極海芸類捕獲調査は中止となった。2013年11月24日、ハラールの認証書を取得した。1987年の三代目日清丸の就航から年数が経過し、老朽化が進んでいることから、3倍の大きさの1万6000トン級保芸母船の建造計画もあったが、 実現には至りだなかった。2019年8月、三代目に一心丸を保有する共同船舶は商業捕鯨の再開に伴い、2024年をメイドに長すクジラなどの大型クジラ類の処理が可能な大船建造を行う考えを示した。2021年5月10日、共同船舶は南極海まで航行して魚場で作業を行う。 新母船の建造費を60億円とし、全額を、芸肉卸し値の2割値上げや、クラウドファンディングにより、自己資金で調達することを発表した。極予マルクラスハット AB 本邦を、建造保芸母船の KFAB 松井 P79、The Official Chronology of the U.S. Navy in World War, 2 Chapter 4, 1942。 ハイパーアワー、2011年11月19日閲覧。横沈1704ピアニッシモ、22から24戦士54、ザ・オフィシャル・クロノロジー・オブ・ザ・ US ネイビー・イン・ワールド・オー、2・チャプター・ V、1943。ハイパーアワー、201 1年11月20日閲覧。SS-202、USS ・トラウトプ、109,116曲よ。 丸クラスハット日閣丸 s s 百九十七 u s s s c ウルフパート1 p 二百四十四写真提供藤木陽一船の科学館写真シリーズ思い出の日本貨物戦争の二百四十二世界の感染第八百四十六周回忍者百五十五ページ芝二百九十二ページ二千三年十月小島敏夫著生産道書店 調査捕鯨母船、日清丸よみがえる ISBN44 億2588万1311調査捕鯨母船、日清丸、ハラル認証を取得。http://www.afpbb.com/.articles/.30070752014 年1月30日閲覧。 https://www.minato-iamaguchi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュ港スラッシュ e-minato スラッシュアーティクルズスラッシュ94094共同船舶大型捕鯨母船建造へ24年稼働目標公開の長須を想定港新聞 https://www.minato-iamaguchi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュ港スラッシュ e-minato スラッシュアーティクルズスラッシュ940942021年5月10日閲覧。捕鯨 <sprout> 新母船建造へ60億円24年創業共同船舶。時事通信社。 Claro> Nim、h t t p s コロンススララッッシシュュ w w w j i j i c o m スラッシュ j c スラッシュアーティクル k イコール2兆210億5100万 893&, g イコールエコ2021年5月10日閲覧。戦備のスロープから、解剖甲板へクジラを引き上げる日清丸。ありがとうございます。